マイクロンメモリジャパン。マイクロンメモリジャパンは最先端メモリ製品の開発、設計及び生産を事業とする半導体メーカーで主に D ラム、難度型フラッシュメモリの製造を行う。同社はマイクロンジャパンと共にマイクロンテクノロジーの参加である。マイクロンメモリジャパンの発祥は1九9九年十二月二十日の日本電気と日立製作所の D ラム事業部門の 統合により設立された NEC 日立メモリである。設立当初は母体となったその両社から経営者が交互に送り込まれるという役員人事もあって、業績も低迷した。2002年にシャーマン・ハントラスト法関連の法整備が完了したアメリカ司法省は D ラムメーカーの活動の精査を開始した。1999年4月から2002年6月にかけて、 主要 d r a m メーカーが国際的な価格ハードコアカルテルを結んで不正に市場価格を操作することによって顧客である同国のコンピューターメーカーに損害を与えたとされる行為に対してこの訴訟が起こされた。サムスン電子 SK ハイニックスインフィニオンテクノロジーズマイクロンテクノロジー NEC 日立メモリの5社が対象であった。ただしマイクロンテクノロジーは司法取引に応じ ハントラスト法違反への調査に協力する代わりに、訴訟の対象からは免れた。このため、捜査の対象となったのはサムスン電子、SK、ハイニックスインフィニオンテクノロジーズ NEC、日立メモリの4社及び関与したとされる17人で、ある。4社は、合計7億3100万ドルの罰金を支払う、ことで、それぞれ、米国司法省と和解した。当時としては、 この罰金額は特定産業をめぐる米国司法省の反トラスト刑事捜査において課された罰金額として2番目に巨額な金額であった。2006年1月31日に LP ダメモリはアメリカ司法省から訴えられていたシャーマン版トラスト法違反について和解金額8400万ドルで和解が成立したことを発表した。この和解金額は 同社の母体の日本電機と日立製作所の販売分を含めたものであり、LP ダメモリ単独での負担は950万ドルである。三菱電機も同じく操作対象であったが、同社から LP ダメモリへの D ラム事業の譲渡は2003年3月であり、同社への影響はなかった。また、LP ダメモリの当時の副社長であるジェームズ・ソガスが本件への関与を認め、 25万ドルの罰金と7ヶ月の金固刑を課せられた。この金額は2005年3月期にアメリカ司法省、欧州委員会、カナダ司法省による反トラスト法捜査関連の損失を想定し、計上された引き当て金19億円の範囲内であった。LP ドメモリの2005年3月期の業績は、この引き当て金計上のため減額修正せざるを得なくなり、 赤字に転落した。アメリカ司法省による刑事訴訟とは別に D-LAM チップを購入していた同国のコンピューターメーカーであるデル、コンパックトコンピュータ、キューレッ a パッカード、アップル、インターナショナルビジネスマシンズ、ゲートウェイの6社から反トラスト法違反による損害賠償請求の民事集団訴訟が起こった。訴訟の対象となっていた8社のうちサムスン電子、 SK ハイニクスキマンダの3社は2006年5月に合計1億6000万ドルを支払うことで和解しており、LP ダメモリも2009年2月に和解が成り立た。価格カルテルの背景には2000年から2001年にかけてのパソコンの売上不振に伴う大幅な D ラム価格下落があった。特に2000年10月から2001年3月の間で、 価格が75%も下落して販売価格が製造減価を下回る事態になった。アメリカ連邦取引委員会が公表したマイクロンテクノロジーのキャシーラドフォードの2001年11月26日の電子メールには同社が DDR スタラムの価格を引き上げれば全サプライヤーが同調するの旨が記されている。その後2002年に入った頃から 低迷していた価格が底を打って上昇に転じていった。同社の称号が LPD メモリに解消された後の坂本幸夫を代表取締役とする経営陣のもとでは業績は上昇基調にあった。NEC 日立メモリの設立当時には同社の母体である日本電機と日立製作所の D ラム市場でのシェアはそれぞれ約11%と約6%であった。 その後も業績低迷がしばらく続き、同社のシェアは2002年には4%台まで落ち込んだ。しかし、坂本幸雄が代表取締役に就任した後は、同社のディーラム市場シェアは持ち直して、東京証券取引所の市場第一部に株式公開した2004年には6%まで上昇し、2006年には10.2%と、 合併以前の日本電気の水準まで持ち直した。2008年時点のパートナーの調査によれば、サムスン電子、SK ハイニクスに次ぐ14.2%のシェアを占めた。日本の比較優位産業が揃って、世界金融危機発生後の収益性悪化に、あえいでいた2009年第3四半期には、サムスン電子、SK ハイニクスに次ぐ16.8%のシェアで、 あったが、第四四半期にはサムスン電子、SK ハイニクスに次ぐ19.4%とシェアを上げていた。2007年のパリバショックや2008年のリーマン、ショックとそれに続く2010年の欧州ソブリン危機のようなサブプライム住宅ローン危機に伴う世界金融危機が立て続けに起こる中で、日本のみが金融緩和政策を取らなかったことで、 諸外国との予想を実質金利差が拡大し、公益条件の動きと大幅に乖離した兆円高が何年も持続した。これによって実質生産性成長が著しく日本の比較優位産業である電気産業の中でも筆頭核の半導体事業を手掛ける LP ダメモリはもちろんのことながら他の比較優位産業も含めてその収益性が大幅に悪化し続けた。 なぜならば、比較優位産業の他国との相対的な収益性の変化は、公益条件指数、実質実行為替レート指数によるからである。経済学者で、第2次安倍内閣及び第2次安倍改造内閣の内閣官房産業を務める浜田光一が、日本銀行が LP ダを潰したと言っていいと発言した理論的背景はここにある。なお、 コモディティ製品では非常に高い実質生産性成長率が実現されていて、これは外国でも日本国内でも同様である。日本では D ラムやフラッシュメモリを含む電気、電子産業を筆頭に特に顕著である。2009年2月4日に LP ダメモリが日本政府が新たに作成中の改正産業活力再生法の 適用申請を検討中であると報じられた。同年6月30日に経済産業省より産業活力再生法の適用が発表され、同社は一般企業に公的資金を注入する第1号案件となった。なお、その後、事業再構築計画は幾度か変更されている。2012年2月14日に LPD メモリは2012年3月期第3。 市販機報告書に継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとの中期を加えた。記述の通り、同社は2009年6月30日に経済産業省から産業活力再生法に基づいた事業再構築計画の認定を受けたが、これが2012年3月31日に終了することとなっていた。また、その際に、 日本政策投資銀行に発行した優先株式の金銭を対価とする取得請求権が2012年4月2日以降に行使可能であった。この計画に基づく主要取引銀行を中心とする金融機関からの借り入れも2012年4月2日で返済期限を迎える。その後の1年間に有利支付債の返済も予定されていた。つまり、 産業活力再生法に基づく事業再構築計画の実施終了に伴い、日本政策投資銀行をはじめとする取引銀行からの借り入れについて、返済期限が到来するが、未だ返済のめどが立っていないことに加えて、返済猶予などの協議も進んでいないことから、継続企業の前提に重要な疑義が生じるような状況に陥っている、として、この中期に至ったとみられる。 LP ドメモリは、会社構成法適用申請の4日前である2012年2月23日に、2012年3月28日に、臨時株主総会を開いて、次の2点を決議に付す、との旨を発表していた。このうちの後者について、LP ドメモリが、会社構成申し立ての直前まで会社が従来、通りの形で存続するかのような発表をしたとして、 同社の元株主ら7人が2013年7月13日に坂本幸夫元代表取役などの元経営陣8名を相手取り2012年2月23日の株価終わり値である349円株を基準額とした上で保有株式数に応じた額をそれぞれの損害額として合計約1億1500万円の損害賠償請求を起こした。なお、 臨時株主総会の開催通知を出す9日前の2012年2月14日に LP ダメモリは会社存続に関する重大な疑義があることを発表していた。これに付随してこの2012年2月23日には次の2点の理由で LP ダメモリの株式に思惑外が集まり株価が急進したという経緯もある。 LP ドメモリは2007年以降の世界金融危機等の経済悪化に関係した過度な流動性先行による超円高に D ラム価格の暴落も重なり数四半期続く巨額赤字から出し切れずそれから約半月後の2012年2月27日に東京地方裁判所に会社構成法適用の申請して構成会社となった これは近年運用が始まったディップ型会社構成手続きの申請であった。なお、当時の経営人に重大な経営責任はないとの東京地方裁判所の判断の下でディップ型会社構成手続き申請が承認されている。これと並行して米国デラウェア州破産裁判所に米国連邦倒産法15条に基づく構成計画の認可を申請した。また、 同日に子会社の飽きた LP だメモリも会社構成法適用の申請を行った。このために自己株式を除く発行済み株式のすべての無償取得及び発行済み株式のすべての償却、資本金の被体及び資本準備金の被体の減少、関財人を引き受け人として募集株式の発行が行われた。なお、兆円高の解消とともに、 マイクロンテクノロジーに買収される直前の2013年3月時点で LP ダメモリは単月ベースで黒字転換したその後同社は単独決算で1000億円以上の営業利益を上げているとされる同社の負債額は4480億3300万円で同社が会社構成法適用の申請を行った2011年2月まででは製造業で 負債額が最大の倒産の案件となる。なお、本件に伴って、2012年3月28日に、東京証券取引所株式と台湾、証券取引所で2011年2月に、上場していた台湾予託証券の上場が廃止された。2013年2月28日に、LP ダメモリは、債権者の書面投票による、 公正計画案の決議の結果として、公正担保権の組と公正債権の組で、それぞれ99.54%と67.90%の同意を得て、東京地方裁判所から公正計画案の認可を受けている。即時広告期間中には一部の債権者から即時広告がなされたが、東京高等裁判所は2013年5月13日に、 債権者による広告には理由がないものとして広告をいずれも棄却する決定を下している。さらに2013年6月10日に東京地方裁判所による公正計画認可決定に対する債権者からの不服申し立てが東京高等裁判所に却下され公正計画認可決定が確定した。担保権付け債権のうち 公正担保権として認められた部分の弁済率は100%で、一般公正債権の弁済率としては17.4%である。アメリカにおける公正計画の認可申請では、投資ファンドなどの一部の債権者がマイクロンテクノロジー側に有利な取引である、などとして、公正計画に反対していたが、2013年1月17日にデラウェア州破産裁判所は、 マイクロンテクノロジーが LP ガメモリを買収する計画に問題はないとの判断を下した。その後、債権者の異議申し立て期限である2013年6月7日16時までに申し立てはなく2013年6月26日に東京地方裁判所による公正計画認可決定について米国ネラウェア州破産裁判所の承認を得マイクロクノロジーは LP ダメモリ及び飽きた LP ダメモリの取得及び支援を目的に両社とスポンサー契約を締結し2012年7月にマイクロンテクノロジーは契約時に現金600億円支払いを行い LP ダメモリの全株式を取得すると発表したこの合意については2012年12月に公正取引委員会の独占禁止法に関する審査が終了しているまた 2019年までをめどにファウンドリとしての生産契約により1400億円程度を支払うとしている。2013年7月31日にマイクロンテクノロジーと LP ダメモリはスポンサー契約手続きが完了したと発表した。これによりマイクロンテクノロジーは LP ダメモリ及び飽きた LP ダメモリの株式を取得して完全子会社化した。さらに 力商半導体から随明電子の株式を全株式の24%分を取得し、LP 画メモリの保有分の約65%と合わせて、出資比率を約89%として随明電子を参加に収めた。これらの手続きの完了に伴い、坂本幸男が代表取締役兼管財人の職を辞任し、木下義隆がその公認についた。 LP ドメモリは、このスポンサー契約で得た資金を、第一回の弁済に充てて、債務の三点五パーセントを弁済し、その後は、マイクロンテクノロジーからの製造委託費として二千十九年までの七年間に、計千四百億円を受け取って残る十三点九パーセントを六回に分けて弁済する。実際の弁済としては、第一回目の現像誌として二千十三年五月二十七日の、 株式すべての無償取得、消却が行われ、同社はマイクロンメモリジャパンとしてマイクロンテクノロジーの完全子会社となっている。製品ブランドもマイクロンに統一された。その後も計画通りに弁済が行われている。マイクロンテクノロジーは2014年第一四半期をネットに LPD メモリとの事業統合を完了させ、その称号を 統合完了まで維持すると発表していた。そして、2014年2月28日にその称号を、マイクロンメモリジャパンに解消している。本件に関して、坂本幸雄は次のような胸を述べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。